どうも、愛知です。これからですね、今自宅にいるんですけど、これから東京は新宿に向かおうと思います。で、なぜかっていうとですね、東大王でも有名なクイズノックの伊沢さん、伊沢拓司ですね、いますよね。伊沢さん今日出版イベントなんです。新宿であってですね、それにサプライズで激励しに行こうと思います。ただ行くだけでももちろんサプライズなんで、それでもいいんですけど、どうせ行くんだったら、ちょっと、ドッキリしたいなっていう悪知恵が働きまして、で今回そのね行くにあたって、まあ、いろんなねお菓子とか差し入れもらうと思うんですけど、ファンの方にうちの地元で有名なね、これいちご大福ちご餅っていう、ね嵐に仕上がれとかでも昔取り上げてもらったことがある有名ないちご大福があって、めっちゃ美味しいんですよこれ。でこれを買ってきたんです。でただもしいちご大福食べれなかったらやだなと思って、買う前にふくらさん、ふくら P ですねに LINE でね、食べれますかねって聞いたんですよ。そしたらふくら P が大丈夫です、伊沢が食べれないのはアルフォートだけなんでって、おっと思って、アルフォート食べれない、これ差し入れでアルフォート持ってったら伊沢さんどんな反応するんだろうと思いまして、買ってきちゃったということでですね、まあイベントの前に控え室にお邪魔するので、まあちょっとねイベントの邪魔するわけにはいかないので、ちょっとだけなんですけど、ひとまずアルフォート買ってきたんですけど食べますかって自分が言った場合、しかも自分の方が年上なんで結構伊沢さん気を使ってくれるんですよ。なのでその時にどんなリアクションをするのかっていう、まあメインはお祝いする、サプライズなんですけど、ちょっとやっていますので今から行ってみようと思います。伊沢さんお疲れ様です。おはようございます。お疲れ様です。おおすいません失礼します。びっくりしたー、マジっすか。お疲れ様です。伊沢さん待ってます。待ってますありがとうございます。すいません、サイン書いてるところ。いえいえ、アイスさんありがとうございます。お疲れ様です。いや、めちゃくちゃ恥ずかしいな。しかも次2部見させてもらいますね。ありがとうございます緊張しますね、したらね。みんなこれハイチさんがめくってると思わないでしょ。そうですね。ペンもちょっとボロボロにしてるね。おお、マジだ。今日は手に抜いてます。はい、ありがとうございます。ハイチさんありがとうございました。さあ、行くぞ。おい、なんでこんな汗かいてんだろう立ってるから、立ち仕事だから熱っ伊沢さん、チョコ食べれます？はい伊沢さん、アルフォート食べれます？出た。え、ご存知、ご存知。僕、アルフォート微妙っす。あ、ちゃんと言ったこれ、実は、はい、これ、差し入れこれじゃないんです、伊沢さん。あ、そうなんですね。差し入れはですね、これ高崎で超有名ないちご大福なんですけど。ありがとうございます。これ絶対食べてください。 ありがとうございます。いちご大福嫌いだったらまずいなと思って、はい、ふくらさんに聞いたんですよ、はい、いいんで、はい、そしたら、伊沢はアルフォートがダメですって言ってそうなんですよ言われたんで、はい、これアルフォート持ってったらどういうリアクションですか。そう、どれぐらいの感じで断ればいいのかなと僕、しかもアルフォートそんなダメじゃないんですよ。あ、そうなんですね。めちゃくちゃ嫌いではなくて、はい、だから、たぶん、アルフォート食わなかったら、貼り付けとかだったら全然食えます。あ、なるほど。もう絵が描いてあるだけに、踏み絵的にしょうもないこと言いました。ふくらさんの自分は、受け取るだろうと、はい、多分、はい、断るのきついから、はい、と思ったら、ちゃんと言ってくれたんだよ。いやちょっとね、これ、大して知ってんのかな、これ。あ、そうか。いや、いきなり、こうね、出し方がね、こう、YouTuber の出し方したからYouTuber の出し方だったんで、あ、企画だと思いました。やべえ、やべえ、やべえ、染まってる伊沢かも。
ハリスさんが染まってるじゃん。俺染まってるもん。やべえ、これ。やばかったっす、よかったっす。結局伊沢さん勝てないっていう動画だって終わるんですよ。あー、よかった。福山さん、ちゃんと言いましたよ。結構意味わかんなくないですか、大将。あの、はい、いちごの汁。そう、いちごの汁がめっちゃ出てくる。みずみずしすぎる、これ。俺すいません、一生お子さんいなかった。これすごく噛んだ後を見せて申し訳ないですけど、めっちゃみずみずしい上にほぼ一番ですよね。ちゃんと甘いんですよ、これ汁が。あー、よかった。すげえ。で、だいぶ抑えめで美味しいし、これ。あぶね、衣装汚さなくてよかった、ごめんなさい。うまっ。ありがとうございます。ありがとうございます。これめっちゃうまい。よかった、よかった。美味しい、ありがとうございます。はい、ということでね、ご視聴いただきありがとうございました。結果的には大失敗です。本当にすいませんでした。入るとこからさ、伊沢さん映ってないからね、床だったからね。自分外撮を全然しないので、下手さが露呈しました。本当にね、見にくいとこあったと思うんですけども、ちょっとでもね、楽しんでいただけたら幸いです。で、今回ですね、伊沢さんの出版イベントだったんですけど、昨日ですね、こちらの本、ちょっとライトがあれかな。勉強大全、一人一人にフィットする、一からの勉強法という本がですね、昨日出版されました。366ページかな。伊沢さんのオール書き下ろしなんですよね。で、すごいボリュームがあります。もう366って相当なんですけど。で、あって。で、こちらの本の感想、今、半分読んだ段階なので、まあ、ちょっと感想は言えないので、こちらの感想と、で、昨日その講演会、イベントですね、も、第2部の方参加させていただいて、もう満席だったんですけど、そう、450人ぐらいかな、満席で、で、その中で普通に座ってたんですよ。皆さんと同じところに座って、こう、2時間ぐらい聞いてたんですけど、で、その講演会の感想とかは別動画で、またね、これを読み終わってから喋ろうと思います。が、一応半分読んだ段階で自分が今思ってることはですね、一言で言うんだったら、非常に頭を使う本です。で、その頭を使うっていうのは、知識量が必要とか、そういう頭を使うではなくて、考えさせられます。非常に。自分の持ってる、まあ、伊沢さんもね、講演会の中で、ゆっくりじっくり読んでほしいっていう話をされてたんですが、それにまさしく、そういう風に読むことで、何かのエッセンスが自分の中にこう入ってくる感覚が非常に心地いいもの。だから疲れます。読んでて非常に疲れる。だから疲れるっていうのは、いい意味の疲れ。楽しいから疲れるわけだし、すごいポジティブな意味の疲れるっていう意味で、そういう本になっておりますので、ぜひね、気になる方は、なんか、宣伝みたいになっちゃってますけど、気になる方はね、チェックしてみてください。最後に、伊沢さんに向けてですね、一言だけ、一言だけ言わせてくれ。もうずっと負けっぱなしだからね。去年のコラボ動画でも負けてるからね、俺はね。なので、伊沢、2019年、もう一回対決しよう。